金森頼時は、江戸時代前期の大名、川洋人。飛騨鉱山藩第六代藩主、後で若美の山藩主、美濃郡城藩主。農所家で若や茶をたしなんだ。飛騨鉱山藩五代藩主、金森頼成の長男として生まれた。父が若くして死んだため、四歳で家督を相続する。幼少時は、叔父の金森金友が貢献した。若い頃は、 酒好きで素行が悪かったと伝わる。藩士が、数と、切腹し行状をいさめたとする説がある。元禄二年、二十一歳で幕府の奥詰め後に、川用人に任命されたが、翌年四月に解任された。解任の理由には、第五代将軍、徳川綱吉の意に合わなかった、貧困が良くなかった、柳沢義康により失脚させられたなど小説ある。 綱吉の周辺では、普代土様や大名旗元を問わず、若くして抜擢される維新を重ねたりするが、急激に蝶を失い失脚した例が多々ある。その後、元禄5年7月、出若上の山に天保となった。これは、幕府が飛騨の森林や鉱山の直轄支配を図ったためとする説がある。上山は、高山時代と同じ3万8000国余りであったが、 鉱山や林業による副収入がなく、実例化が減ったことと、加えて不作が続いたために、藩の財政は悪化した。金森氏が入る前に幕府直轄地となっていたことから、前藩主と騎士時代までの上山城は破却されており、金森氏は二の丸に館を設けて、藩長とした。元禄十年身の軍場に天保となった。軍場では万八千九百国を漁し内訳は、 九条周辺二万三千八百国余り、越前国王の軍内一万四千九百国余り。元禄十二年領民の訴えにより、前藩主遠藤氏の代からの年貢の取り立てを、ケミ法から上面法に改めた。九条天保の後も、財政難に苦しんだが、地政的には安定していた。元文元年、死去。六十八歳。着死の果敢に先立たれていたため、 孫の来い二式が後を継いだ。ありがとうございます。